乾杯。お腹が空いたらモンスター。こんばんは、ルシアン佐藤です。お肉。超絶レアステーキ。もうこれはブルーに近いのかな。人は時々無性にお肉様が食べたくなる時があるのです。お肉焼いてるところ。まずはどうぞ。では改めましていただきます。美味しそう。めちゃくちゃレアに仕上げてみました。ちょっとまあまずはそのままこのレア肉を、レアレアのレア肉。
ここまでだとね、たたきですね。食べた感じが。うん。うん。なんかご飯に合うっていうよりお酒に合うって感じかもね、たたきっぽいから。こちらプレゼントしていただいた角井田の食べる黒酢です。これすごいね、美味しいんですよ。黒酢なんですけど、結構こんぐらいのけて食べても美味しい黒酢タレって感じ。あ、書いてあった、黒酢タレって書いてあった。餃子とかにめっちゃ合ってて、餃子で結構食べてたんです。あんまもないんですけど。うん、合う、めっちゃ合う、うまっ、うまい。ちょっとタレのせることも考えて薄味で仕上げたので、めちゃくちゃ美味しいですね。ちょっとピリ辛なんですよね。唐辛子とかも入ってるんですけど、ニンニク生姜も入ってるので結構お肉と合います。うん、美味しい。野菜も発掘して食べないと。うん、美味しい。うん、うん、うん。ちょっと勢い余ってお皿ガチャガチャ押しちゃうんで、回し替えますね。うん、脂身のところは溶ける、口の中で。おお、脂身。うん、美これにもかけれる。うん、最高。うん、うん、もうこれでお酒のおつまみになるもん。うん、うん、うん。うん、ちょっとこれはミディアムぐらいかな。うん、うん、お野菜は本当にね、オリーブオイルとハーブソルトでバーって混ぜて、いやーって焼くだけ。普通にフライパンで焼いてもいいけど、オーブンで焼いておくとね、ほっとけるから楽ちん。敷いて食べると美味しいっていうね。これかけてみようかな。一生涯六助醤油。醤油にあの六助のうま塩が入ってんのかな、これ。うん、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 うん。椎茸と昆布とホタテの出汁が入ってるんですけど、めちゃくちゃ美味しい。うまみが、うん、うん、うん、これはレアに合うね。うん、こ
これはわさびが欲しい。チューブのわさびがさ、すごいツーンってしすぎて苦手で、自分ですりおろすわさびってさ、たまに使うにはもったいないじゃん。買っちゃうとここぞの時しか買わないからね。今日はここぞの時だったのにね、わさびを想像して食べよう。別になんかそんな高級なわさびっていう感じじゃないんだけど、ね、生のわさびをおろして食べたいんだよね。うまい。おいしいと万願寺唐辛子だ。野菜野菜。あ、おいしい。うん。このタレは食べきるだろう、そう思って使っている。おいしい。マッシュルームっておいしいよね。今日のマッシュルームなんか軸がすごい長かった。カーキーよし、うん、醤油良いな。良きですね。せっかくレアで焼いたじゃないかと。
言われそうですけど、炙ります。裏はレア。うん、うん、油がほとばしる感じになってまたうまいんですわ。本当あのマグロの炙ったやつみたいになる。うんふん。油がすごい。もう島根館で売ってるんですけど、こう醤油味噌。なんか香り的には金山寺味噌とかああいう系の香りするんですけど、麹がしっかりある食べる味噌。濃厚。やっぱ焼くのと炙るのは全然違うね。本当に短時間で表面だけガッと火を入れるから、表面の油だけこう溶け出してきてね。だから火が直接当たるのっていかに高温なのかっていうのを感じるよね。うん、これ硬い。この辺筋だな。結構こってりだよね、ギネス。久しぶりに飲んだよ。これはおいしい。このステーキ定食感がたまらんね、味噌汁とご飯の。六助の醤油うまいな。うん、うん、ご飯に合う。もったいないけどご飯にかけとこ。よし。よし。これは東京ブラック。
ギネスに比べてしっかり苦い感じがするかな。冷えても来てるからさ、炙ると美味しいんだけどさ、ちょっと固めだな。これもう筋やんこれ。レアのお肉はこう再加熱した時がさ、やっぱりまだ中に油があったり水分があったりしてジュワッとするよね。ほんでほんで最後の味変はこれです。トリュフドレッシング。トロトロしてて出やすいノンオイルドレッシングでトリュフ味。うん、うまっ。あっさりしてるわ。うん、ドレッシングだからやっぱ酸味がちょっと効いててあっさり食べれる。うまい。ほんのりトリュフ、お肉のコクが増す感じだね。うん、うん、うん、トリュフが強すぎないからお肉の旨味をこう支える感じでこうふわっと香ってくれる。これ強すぎるとうーってなるじゃないですか。あれはない。だから逆にあのうーってなるぐらいのトリュフを期待するとトリュフどこってなっちゃうかもしれない。菌類についてのエッセイ本みたいなのを読んでるんですけど、トリュフの話を読んでて、トリュフって生えてる時が一番匂いが強いんだって。野菜だけになったかな、こっち。野菜にかけよう。ドレッシングだからね。うん、おいしい。うん、うまい。うん、ほんのりトリュフがめっちゃ美味しい。これノンオイルとは思えない食べ応え。あ、ごちそうさまでした。本当にいい夜だった。みんなも素敵な夜をお過ごしください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あー、美味しかった。